ニート吸血鬼、江藤さんは、鈴木大輔による日本のライトノベルである。イラストは、空中用彩りが担当している。富士見ファンタジア文庫より、2011年4月から、観光中である。動物を育てるのが好きな高校生、宇堂龍之介は、ある日、自分の家の裏庭にある蔵の中で倒れている、金髪の少女を発見する。 自分のことを吸血鬼と称する少女はそのまま龍之介の家に居候を始めるが体力は赤子並みで自分一人ではパンツも履けない残念な子供だった龍之介は自分の特技を活かし少女を一人前の人間にすべく調教を開始するのだった本シリーズの観光を記念して2011年3月に MF 文庫 J から発売された鈴木大介の別作品 お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。第2巻とコラボフェアを開催し、クロスオーバー作品、ニート吸血鬼だけど、愛さえあれば関係ないよね。を発表した。ニート吸血鬼、江藤さん12011年4月25日、発行 ISBN978 から4から829136324ニート吸血鬼、江藤さん22011年8月25日、 発行 ISBN 978から4から829136713ありがとうございます。